昨日見た夢の話。いやー、宇野さん。はい。聞きたいことがあって。ほう。いや、僕迷ってるんですよ。迷いがある。相談したくて。はい。結婚すべきか、すべきじゃないか、すごい迷ってるんですよ。すべきじゃない！ああ、ほんと？私、既婚者ですけど、そう。後悔してるみたいな感じになっちゃいましたけど。宇野さん結婚してるじゃないですか。はい。だ結婚って、うん。どうですかっていうね。うん、すべきなんですか、うん、すべきじゃないんですか、うん、っていうことをちょっと今日は。はいはいはい。聞きたいなと思って、はいはいはい。迷ってるぐらいだったらすべきじゃない。本当ですか、はい。じゃあ、試合の方。うん。以上。はい。じゃあ、今回はこの辺で。っていうよくあるやつね。はい。はい、エンディングをね、編集で流して、ね。ちょっとね、ちょっと流してみたいな。はいはい、いや、でも、いや、結構真面目な話、はい、迷ってたら結婚できないし、うん、迷ってる人結婚して、あんまりうまくいくパターンないんじゃないですか。うまくいかないって別に離婚するとかじゃなくて、うん、なんかこう、ストレス溜まるな、みたいな、感じになっちゃうことが多いような気がしますけどね。うんうん、じゃあもう絶対この人と結婚するんだって、ならないと結婚はしない方がいいということですか。で、これなんかどっかでも言ったかもしれないですけど、うん、まあ、やっぱフィーリングと、パッションと、情熱と、冷静の間で。パッションと情熱って。まあ。あんま出てこなかった。はい、いや、なんで、まあそういう勢いで、ノリとテンションで、はい、えいやって感じで、行った方がいいと思いますけどね。そういう人の方がうまくいくことが多いんじゃないですか。だから逆に言うと、そういう状態になったら、結婚したらいいと思うんですけどね。じゃあ、ムノ君はなったんですか？私は結婚してよかったなってすごい思ってますよ。いや、違う。え？もう絶対結婚するぜとか、そのノリと情熱とパッションと。はいはいはい。で、なったってこと？そういう気分に。いや、まあ、ちょっとまあいろいろあったんですけど、うん、でもまあ結果そうですね。ああ、そうなんだ。行くぞっつって、もう行くしかねえ！後のことは後で考えるぜっていう感じ。ああ、だからいろいろ考えて迷ってるんなら、やめとけよってことです。そうそう。まあこれよく言う話だと思うんですけど、結婚してメリットがあるのかないのかみたいな話あると思ってて、うん、よくあって、うん、で、いや、確かにデメリットも多いと思うんですよ。うん、こう、生活縛られるとか、うん、あの、まあいろいろ挙げ出したらいっぱいあるんですけど、まあみたいなこと考えてたら、絶対結婚した後に、ああ、やっぱそうだったなって思う時が来るんで、まあ相手にもよりますけどね。こいつと会わんとこあるなーって思ってたら、うん、絶対顕在化する。そうそう。あ、やっぱりなって。あの、で、付き合ってるうちとかは、例えばね、付き合ってるうちとかは、多少相手の、ね、こう、不満なところとかあっても、うん、こう、別に一緒に、まあ、同棲してる人もいるかもしれないですけど、まあ、少なくとも、初対をね、一緒にしてるわけじゃないから、普通に我慢できるというか、気にならない、ところもあるかもしれないけど、結婚したら基本ずっと一緒にいるわけで、ね。ああ、そうだよね。際立ってきちゃいますよね。相手の嫌な癖とか。そう、すごい、すっごい目につくと思う。だろうね。うん、これ男女問わずですけど。うん。うん。じゃあ、しない方がいいってことかな。うん。ですね。うん。あなたは。僕ヒカルくんにとっては多分、すごく当たり前だから言ってないと思うけどさ。はい。別に結婚しようと思って相手いないんでね、そもそも。まあまあ、そうっす。そうっすね。そうっす。迷うも何も。うん。杞憂です。いやでも、うん、まあいろいろありますよ。良かったことはいっぱいありますけど、まあ悪かったこと先に言うと、うん、うちの妻様はね、うん、ちょっと半分潔癖症なところがあって、はい、あの、例えば毎日絶対夜掃除機かけないと気が済まないとか、もうこれ気が済まないんですよ。それすごいね。もう儀式としてやんなきゃいけないんですよ。うわぁ、僕ね、掃除機あんま好きじゃないんだよ。うん。うるさいじゃん。だから、夜とかね、普通、ネットフリックスとか見るじゃないですか。うん、そしたら絶対、ブーンっていうターンが絶対来るんで、うわーってなるんですけど。広い家に住まなきゃ。そうそう。で、とか、あともう毎日洗濯しないと気が済まない。で、洗濯物も洗濯したら、一回洗濯機から出したら、畳むんですよ、一回。濡れてんすよ。え？畳むんですよ。はい。で、畳んでから広げて干すんですよ。うん、すいません。ちょっと意味がわからない。意味がわからないじゃないですか。はい、で、私も意味わかんないなと思って、はい、これ100万回言ったんですよ。はい。なんでそんなことするのって。で、そのために言うんですよ。いや、こうしないとシワが伸びない。あ、シワを伸ばしてる？シワを、そう、折ることで、一回畳むことでシワを伸ばしてるらしいんですよ。で、いや、まあそれはわかる。はいはい。わかるけど、別にそこまでしなくてよくないっていう気持ちが出てくるんですよ。ああ、まあでも、よかったよ。
理由があって。そう、理由はあった。それ理由なかったらちょっと。そう、マジ儀式かと思って。ちょっと病的な行動かなと思って。そう、あと、洗い物出たら、もう即座に洗わないと、これまた気が済まないんです。ヒカル君と真逆じゃん。真逆です。ヒカル君なんか一週間ほっといても、シンクのコップとかさ、一週間ほっといても気になんないもん。限界まで、うん、もうストックが全部なくなるまで、そう。いや、だから、別にそれも、だから洗わないと気が済まないんで、ご飯作って洗い物出たら、洗い物終わってからご飯出すんです。おー、え？てか食べ出すんです。二度手間じゃん。あ、そう。だからな、炒める、盛り付ける、うん、そしたらフライパンあるじゃないですか。はい、洗う。で、盛り付けたやつ食べる、はい、盛り付けた皿洗う。って感じなんですよ。めんどくさ。まあ、これ聞かれてる可能性ありますから、あなた気をつけた方が、発言には気をつけた方がいいですけど、まあ、みたいな感じで、まあ、いろいろルールがあるんですよ。はい。彼女の中で。はいはいはい。まあなんで、そういうのに、やっぱ合わせていかなきゃいけないところがあるんで。なるほどね。で、これは、やめろっつって、うん、俺の言うことを聞けっていうのも、まあ方法としては一つあるかもしれないですけど、うん、まあこれ男女問わずね、はいはい。あるかもしれないですけど、やっぱそれって相手にとってはね、大事なことなんで。まあね。そう、尊重してあげないとやっぱり。まあ言って治るようなことなら治すよね。治す、そうそうそう。そもそれはね、もう、そのね、20年、うん、30年培ってきたものだから。まあまあそうね。まあそういうのも自分では気づいてないだけで、まあ例えば僕にもあるだろうしね。そうそうそう。あと一個言いたいのはさ、うん、奥さんがさ、聞いてるかもしれないから発言に気をつけろって言ったよね。はい。これをネタにしてるヒカルくんの方がやばいんじゃないかな。笑ってごまかす。お茶を濁すっていう作戦で行こうと思ってますけど、はいはいはい、もしくは先に言うかね。あ、なるほど、ね。言ったよっていう。はい、まあ、みたいな、まあ、で、これをデメリットと言うとあれかもしれないですけど、まあ、弊害。結婚の弊害。結婚の弊害。やっぱ生活様式完全に一致する人なんて絶対いないし。そりゃそうだよね。兄弟でもさ、うん、違うもんね。そうそう。だから、なんか、ね、自分も寛容でいるべきだと思うし、うん、相手も寛容になれる人とかだと、まあ、ね、生活はしやすいかもしれないですね。なんか中学生ぐらいの時にさ、ホームステイに来た子いたじゃん。あ、カナダ人のね。マイケルだっけ？マイク。マイク？マイク。マイクいたじゃん。はい。マイクがね、まあ別にいい人だったけど、はい、納豆絶対食わなかったの。ああ。僕すごい思ったもんね。うん。こんなの食えよって。まあでも、マイクにとっては、その、ね、うん、すげえ嫌だったんだろ。いや、絶対そうですよ。うん、まあ、だからそこはしょうがないよね。しょうがない。結婚もそういうことでしょ、うん、相手の生活様式に入っていくわけだから、うん、どうしても受け入れられないところはあるよね。そうそう。まあ、ちょっと話変わりますけど、それこそ私もホームステイ行ったんですよ。逆にね、マイクの家に逆に行ったんですけど。あ、マイクの家に行ったんだ。行った時に、夜ご飯で、ちっちゃい生人参と、あとなんか、器、ボウルに盛られた、タイ米、うん、パサパサのタイ米と、うん、あと茹でた肉、うん、牛肉の塊みたいなのが出てきた時に、うん、結構衝撃を受けて。え、それで一食なの？一食一食。茹でた肉と、ちっちゃい人参と、そう。生？生。ちっちゃい生の人参と、あと大量のタイ米？タイ米。しかもボウルに盛られてるやつ。あ、出てきて、え？ってなって、こういう感じなんだな、いや、すごいいい人たちで、僕はすごいいい思い出なんですけど、夜ご飯にそれ出てきたときに、あ、こういう生活様式なんだな、と思って。めっちゃシンプルやな。茹でた肉ってほんとお湯で？お湯で。で、塩かけてくるの？なんかソースみたいなのあったような気がするんですけど、そう。いや、シンプルすぎない？でもね、結婚するってそういうことじゃないですか。だって奥さんがそういうね、家庭で育てたら晩ご飯にそういうの出てくるだろうし、いや、逆にね、それに対して、うん、こんなんご飯じゃないだろうみたいなこと言ったら、その人のね、家庭というかね、人生を否定するような話になってくるんで、確かにね。こんなん いさかいになるじゃないですか。逆にね、なんか複雑な料理を要求したらね、それがおかしいみたいな。そうそうそう。そう、そういうことなんですよ、ね。それを否定するってことは否定してる側がおかしいんで、うん、だから言ってもね、解決しないことが多いと思うんでね。まあそうだね。そう。まあみたいなところが、まあ弊害としてはある。確かに僕ももし結婚したとしてさ、うん、こう夕飯にブルーチーズとか出てきたらさ、うん、許せないもん。あ、それそれそれ。だから、好物とかも、やっぱ作る人は好物食べたいじゃないですか。はい、出すじゃないですか。そうだね。それ自分が嫌いだった時よ。え、ヒカル君そういうのあんの？牛乳？
はいはいはい。私一人で暮らしてるときは牛乳なんて当然買わないですけど。嫌いだからね。そう。奥さん牛乳めっちゃ飲むんで。うん。まあ、絶対家に牛乳があるんですよ。うん。まあ、別にそれは飲まないからいいけど、うん、まだね。まあ、子供もいるし、うん、飲むからいいんだけど、まあ、そういうことじゃないですか。出てくるじゃないですか。だから冷蔵庫にあるだけでちょっと嫌なんですよ、本当は。どんだけ嫌なんだよ。それは我慢しろよ。本当は。まあ実際してると思うけど。そうそうそう。ご飯できたよ、とか言われてさ。はい、ブルーチーズパスタって言われたらさ。いや、そう。それはね、うわーってなる。往々にして起きうるし、まあ逆にそれ言うんだったらお前が作れよって話にもなるし。まああと奥さんも思うだろうね。そんぐらい食えよって。そうそう。中学生の時の僕と同じように。そう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 。だから同じなんです。でもやっぱり結婚するって ね、家族になるってことなんで、同じね、生活の中に収まっていくっていう話なんで、うん、だからそこをどう合わせていけるかっていうところでね。逆に言うと、それを我慢しても結婚したいっていう思う人じゃないと、結婚するなってことかな。まあ、するなとは言わないですけど、ちょっと危ないかもしれんっていう。ストレスが溜まるかもしれんねっていう。まあだからそれを直そう、これ直せばいいやと思って結婚したら良くないってことでしょ。うん、でも、メリットもあって、はい、私が一番結婚して一番大きいメリットだなと思ってるのは、うん、私、ちょっとちょいちょい不眠症になるんですよ。めちゃめちゃ深刻な話してきた、うん、ちょいちょいなるんですけど、はい、これ、まあいろいろあってね、はい、なるんですけど、で、不眠症になると別に寝れないわけじゃなくて、ものすごく眠りが浅くなって、私の場合は、はいはい、すぐ悪夢を見て起きるんですよ。うん。一日に何回も。うん。三、四回とか。うん。夜中に、って言って起きるんですよ。その時、一人、一人だった時はい、はい、めちゃくちゃ怖いんですよ。もう動機も激しくなって。それはもうみんなわかるでしょうね。そう。ってなった時に、隣で寝てる人いるっていう安心感。別に奥さんじゃなくていいじゃん。まあ今子供もいてね、うん、すごい、って起きた時に、うん、隣に人がいることのね、この心地よさと言ったらね。で、向こう向いて寝てた奥さんが振り返ったらさ、悪夢の続き。いや、それで、いや、めっちゃ怖くて、うちの奥さん、寝てる時に、笑うんですよ。ふぅとかつって、突然笑い出すんですよ。で、最初、うわーってなって、マジで怖かったんですけど、だ慣れたんですよ、それは。はい、慣れて、で、あ、よかったって思ってたら、うん、最近、娘2歳なんですけど、うん、娘も寝てたら、うん、とか言って笑うようになって。遺伝じゃねえか。めちゃく、こいつら何なんだよ。楽しい親子だな。いい夢見てるでしょうね。めちゃくちゃ怖いんですよね。まあ、っていうのは。光くんも悪夢見てるのに。本当に。はい、なんか、ぐーガ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 ーね、二人ともいびきかいて寝てるんでね、寝れねえよ、つって。まあ、でもね、そういうのもね、まあ、楽しいんで。いや、で、まあ、なんで、まあ、そういうメリットもあります。単純に、その寝てる時だけじゃなくて、うん、なんか、まあ、私ご飯、YouTube とか見ながらご飯一人で食べるの好きなんですけど、うん、基本そうしてなかったら、こう、誰かとご飯食べたいし、うん、もっと言うと、別に仲良くない人とご飯食べるの好きじゃないんですよ。ああ。すごいストレスに感じるんですよね。そんなに？美味しく感じない。てか、食べるのが好きだから、うん、食べるの好きで、仲いい人と、なんか、ああやこうや言いながら、ちょっと食わせてや的なことをやりながら、みんなで食べるのが、ワイワイ言って食べるのが、すごい好きなんで、だから、家族できたら、毎日それができるんで、それが楽しいですね。いいね。うん。僕は一人でこう、宅配アプリで頼んだ、はいはい。ウーバーメニュー出前感を駆使して。駆使して、それ食ってる。一人で食ってるよ。だから、たまに呼んであげてるでしょ？あんたのことも、はい、ありがとうございます。ね、いや、まあ、なんでそういうメリットはすごく感じてるんで、うん、なんで私は結婚しよかったなと思ってますけどね。わかりました。はいはい。じゃあそういう人が現れたら、うん、僕も結婚しようかな。うんうん。なんか落ち着けようと思いながら喋ってたんですけど、うん、完全に落ちを忘れましたね。ああ、思いついたんだ。思いついた。ああ、すごいじゃん。でも忘れた。はい、わかりました。微塵も思い出せない。残念。まあ、そんなこんなで、うん。まあ結構話も長くなっちゃったんで、うん。ヒカル君、今回言いたいことを一言でまとめてください。愛ですね。愛。愛です。愛ですべてカバーです。大事と。間違いないです。わかりました。愛があれば、
毎日ブンブン掃除機かけられても、なんか洗濯物意味不明に2回畳んでても、洗い物2回しても。洗い物2回してご飯冷めたの食ってても、全部許せる。なるほど。逆もそうだと思う。愛情もらってるんだと思う。私も至らないところいっぱいありますから。で、お互いをね、そうやって愛情でカバーしつつ、あとはね、惜しみない愛を、その他の家族にね、子供とか、はい、注いであげればいいんじゃないでしょうか。どういう動画なんだこれ。まあ、誰がこんな話聞きたいんだ。愛ね。でも愛です。結局、はい、いや、分かった。もう一言だけ言わせてくれ。あ、どうぞ。愛を意識して生活するっていう。おお、なるほどね。そう。別に自然発生的に、無意識的にある愛じゃなくて、これが愛だな。今、愛発揮すべきシーンだな。って思いながら生活する。これでどうだ。わかりました。はい。以上、ムノヒカルのラブ講座でした。ラブ講座？それまたちょっと意味が違うな。愛情講座でした。わかりました。はい。今回の昨日見た夢の話は以上です。話してほしいテーマ、企画、質問など随時受付中です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。